皆さんこんにちは、ドイちゃんです。これ初心者だったら必ず越えなければいけない壁、ギターコードで言うと F みたいなもんですね。はい、ギターやってない人には全くちんぷんかんぷんな話になっちゃいましたが、輪行でどっか行く時とか遠征でね、車にホイールを外して積み込む時、そんな時にうわリアホイール外れない、うわリアホイール入れにくい、そんな風になんかちょっと悩んだこと、つまずいたことあると思うんですよね。今後ね、これ初心者の方が自転車を、まあ、始めてすぐの方がそういったリアホイールの取り外しをする上で悩まないようにビデオを作ってみましたので、そちらをご覧いただきます。どうぞ。さて早速始めていきましょう。リアホイールを外すとき、まず最初に一番やってほしいことはギアのセッティングです。ギアがどこに入ってるべきなのかという部分なんですが、フロントのギアはまずインナーのギアに落としておきましょう。そしてリアのギアは一番重たい方にしておいてください。これなぜかというと、ギアがですね、一番軽い方だとディレイダーが一番ホイールの内側の方、ハブ側に行ってしまっているので、そうするとリアホイールが、リアホイールを外すときにとても外れづらくなりますので、これできるだけディレイダーが外側に来るような形でリアホイールを外すようにしてください。なのでまずは最初ギアのセッティング、これねインナーギアに落としてリアのギアは一番重たいギアにしておいてください。さてギアのセッティングがね終わったら、まあ、ギアをねどこにセットアップしておいてほしいかっていう話をね、してきましたが、それが終わったらですね、次にやってほしいこと、これはですねブレーキの左上の方についているクイックレリーズというね、レバーがあります。これをですね、上の方に開いておく、まあ、緩めておくことが大事になります。これね上の方にレバーをひねることによって何が起きるか、キャリパーがですね、閉まってるキャリパーが開くんですね。開くことによってタイヤがすんなりと、まあ、ホイールがすんなりと外れやすくなるという仕組みになっています。これをやらないまま外そうとしてしまうと何が起きるのか、これはですねブレーキシューの部分にタイヤが引っかかってしまってホイールが外れないとか、あとはですね外れたとしてもブレーキシューにタイヤを引っ掛けてしまってタイヤのサイドボールに傷を与えてしまう、まあ、ダメージを与えてしまう危険性もありますので、そういったことを避けるためにもクイックレリーズ、左側の上の方についているレバーになりますが、これを必ず上の方にひねってですね開放しておく、キャリパーを開放をしておいてください。お願いします。それでは早速外していきましょう。もうねセッティング出来上がりました。ホイールを外せるセッティングが出来上がりましたということで外していきますが、次にやってほしいのはこれクイックレバーを緩めます。まあある程度緩んでたら落ちるんですが、これねこの状態、まあ今作業台に乗っかってるんで比較的にやりやすいような状態になってるんですが、この状態で今僕が手を離すと今プーリーの上にカセットが乗っかってる状態、カセットスポロケット、まあギアの部分ですね、乗っかってる状態でリアホイールが外れにくくなってます。これを外れやすくするためにここでワンポイントアドバイス、このリアディレイダーのここの部分をちょっと後ろの方に動かしてあげます。そうするとカセット引っかかっているカセットの部分が、すんなりと下にこう行けるようなスペースが出来上がります。このスペースを作ってあげることによってギアが外れやすくなると、まあ、ホイールが外れやすくなるという、まあ、ちょっとしたコツなんですが、これやったことありますかね、こんな形ないですかね。これ僕いつも、小学校5年生の時にホイール外すのすごく手こずったんですけど、これを覚えてからはもうすんなり、今これ外れてますけど、できるようになったんですね。なので皆さんにもここのディレイの部分をちょっと後ろに動かしてあげる、まあ、動かす作業をちょっとだけですよ。あんまり思いっきりガッてやっちゃうとリアディレイ痛めてしまうんで、ちょっとだけ動かしてあげる、でスペースを作ってあげることによってリアホイールが外れやすくなりますんで、ぜひやってみてください。それではホイールが外れました。次にホイールを入れていきたいと思います。ホイールを入れる時の注意点としては、ここに今スペースがあります。まあ、ここにねあのスポロケットの一番重たい部分を入れていかなきゃいけないんですが、ここのね真ん中の隙間、またね空間が出来上がるように、しておいてください。そして、
一番カセットの一番重たい部分、スポロケッタの一番リアのギアの一番重たい部分にチェーンを当てたらですね、当ててからこの先ほど外す時にやったこのディレイのここの部分を後ろにちょっとやってあげると入れやすくなります。はい、これだけです。とても簡単なんですね。なんで僕が皆さんにお伝えしたいポイントは、ここのね、ディレイラーのここの部分をちょっと後ろに動かしてあげる、この作業をするだけで劇的にリアホイールを入れやすくなるという形になってますんで、ぜひ皆さんこのポイント押さえておいてください。さてホイールが付け終わりましたら、次に最後に、これ最後のね段階になります。何をしてほしいのか、ホイールを外す際に皆さんにお話ししてきました、ブレーキの左上にあるクイックレリーズというねレバーがあります。これをですね、まあ今開いた状態になってます。これをですね、走り出す前に必ず下の方にひねって締めておいてください。キャリパーをね締めておいてください。これ締めないまま走ってしまうと何が起きるか。僕はですね、中学校2年生ぐらいの頃ですね、ホイールを外してそのままねクイックレリーズひねらずにブレーキが解放されたまま走り出してしまいました。そしたらブレーキが効かなくて、そのままですね、あの林の方にさよならしてしまいました。そんな経験を皆さんにはしてほしくありませんので、ぜひこれクイックレリーズホイールをつけ終わったら、装着し終わったら締めるようにしておいてください。かなり危険ですからね、必ずこれだけは守ってください。よろしくお願いします。さて皆さんいかがだったでしょうか、リアホイールの付け外し方法。まあね、今後ねこのビデオを参考にいろんなシチュエーションでリアホイールを付けたり外したりする機会があると思います。パンク、輪行、遠征、まあいろんなシチュエーションであると思いますんで、ビデオ参考にですね、今後楽に付け外しができるようになっていってほしいと思います。今回のビデオも参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。バイ。